山本がメジャー2勝目をかけて4月13日に登板したパドレス戦。立ち上がりは、その韓国での戦いを思い起こすようなものだった。初回にいきなりシホーマチャドに先制ツーランを浴びる。2回には伏兵キムハソンのソロも飛び出し、あっという間の3失点。だが、ここから成長した姿を見せる。前回のパドレス戦では、ボールとストライクがはっきりしてしまったが、この日はコーナーギリギリに勢いのある球が決まる。5イニングを4安打3失点、6奪三振でマウンドを降りた際は、勝利投手の権利を持ってのものだったが、後続の中継ぎ陣が打たれ、この日2勝目とはならず。この結果に対して地元ファンからも、1週間に1度の登板なら、もっと結果を出せ。山本よ、同じ窃盗罪で一平と一緒に監獄に入れ。ドジャースから大金を盗んだ、と厳しい声も上がっている。これは山本も最初から覚悟の上や。日本の投手、特に山本は日本のエースと位置づけられていたから、アメリカのファンからも期待されていた。こないだは中継ぎも打たれて山本の勝ちも消えたんだけどな。枠見てもストレートなんかいいとこ投げてるよ。ただ球審によってストライクゾーンが変わる。メジャーに対応しきれてないだけだと感じる。同じ1年目の今永と松井が結果を出してるだけに、もっと風当たりが強くならないかが心配。内容見ると1試合目以外はそこまで悪くない気はする。アメリカでは中4日で100球、7イニングを要求されるのは当たり前なことやからな。この手の批判は大型契約した選手にはつきもの。よほどの成績を残さないとメディア及びファンからは合格点はもらえない。たかだか3試合程度で評価するのは早すぎるだろうよ。まだ順応するには時間かかるよ。こういうのを見ると、これから MLB に挑戦する佐々木朗希は大丈夫なのか?と心配になるな。メジャー投手史上最高契約なだけに、慣れるまでなどの理由は通用しない。結果で黙らせてほしい。